世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本のアニメは世界中で人気ですが、それは中国でも例外ではありません。しかし習近平政権が規制強化に乗り出して以降、多くの日本のアニメ作品が有害指定され、視聴することが禁じられています。そこで今回は日本のアニメを規制している中国に対する海外の反応をご紹介いたします。2015年には有害なアニメをネットで配信したという理由で、中国国内の大手動画配信会社29社に行政処分が下されており、38にも及ぶ作品が即配信停止となりました。中国政府によって視聴が禁じられている作品には、日本では世代と問わずして人気を博したデスノートや寄生獣、東京グール、暗殺教室なども規制対象として含まれています。その中でも特に進撃の巨人に関しては、自由を手に入れる、取り戻すというテーマが根底にあるため、過激な暴力行為やテロ活動などを助長する内容を含むとし、中国共産党はこの作品が政治利用されることを恐れ警戒していると言われています。この事実が海外で続々と取り上げられ、様々な意見が寄せられていますので、その一部をご紹介いたします。アニメ作品の何がそんなに怖いんだろう。中国共産党は国民がアニメの影響を受けて革命を起こすのを恐れているんだよ。進撃の巨人もデスノートも啓蒙的だからね。他の思想が国民に染み付くことは、中国共産党としてはやっぱり避けたいのかな。社会の不安を煽ると判断される作品は禁止なんだろうな。とはいえ基本的にデスノートにはそういうシーンは少ないと思うけど、もしアメリカで進撃の巨人が禁止になるとしたら、巨人が服を着ていないからって理由になると思うけどね。別に驚かない。中国共産党は自分たちに都合の悪いものは全部規制するし、習近平はプーさんに似てるって誰かがコメントしただけで、そのアニメーションに規制が入るんだから。中国政府によって視聴を禁止にされるなんて、さすが俺が一番愛している2つの作品だ。こんな名作アニメを見られないなんて、一般の中国人がかわいそうに思えてきたよ。規制なんてかけられたら余計に見たくなるのに。単純に日本のことが嫌いだからじゃなくて、それか中国のアニメより日本のアニメの方が人気になっちゃうから嫉妬して禁止にしたとか。なぜ古代中国が万里の長城を建設したのかようやくわかった。巨人の侵入を阻止するためだったんだ。だから自由がある台湾の方がはるかに上なんだよ。アニメはフィクションなのにね。なんでそこまで厳しく規制かけちゃうのか理解できない。もしも中国で暮らすことになったらって想像してみてくれ。あらゆることが突然禁止にされちゃうんだぜ。たまったもんじゃないな。政府が禁止にしたところで中国人は何とかして見てるはずだよ。でもそれを見るサイトでさえ規制されてるから、中国から出ないと見ることができないんだよ。東京グールも禁止なの？おそらく進撃の巨人が禁止になったのは、万里の壁に隠された秘密を人民に知られたくないんだろ。なんで中国政府がデスノートを恐れるんだ？内容的にそういう作品じゃないと思うが、内容もよく知らないのに規制をかけるって。中国は目を覆うような描写がある作品は基本的に全部禁止にしているんだよ。目を覆うような物事を国民に見せたくないなら、もっと他に規制すべきことがあるだろう。もう勝手にどうぞって感じ。だって中国が損するだけでしょ。私は別に中国の方針なんてどうでもいい。まあどの作品も中国にはもったいないだろう。日本は中国なんかに見せなくて正解だよ。もし見せちゃったらすぐ盗作されちゃうよ。中国では小学生たちが自作のデスノートに先生の名前を書き込むのが流行っちゃったからね。インターネットの環境さえ良ければ、規制なんていくらでもかいくぐれるぞ。ダークなアニメを禁止にしているけど、中
中国という国の方がよっぽどダークだろう。中国には本当に自由がない。だから日本のアニメに勝てないんだよ。正直中国製のアニメーションはひどいもん。アニメを自由に見られる国に生まれてよかった。ここまでしないと国を保てないんだろうか。まあ中国共産党のやっていることを考慮すると、これだって驚くようなことじゃないけどね。きっとヒューマニティに関する作品だから中国政府は気に食わないのさ。自由のある国に生まれてよかったって心底思うわ。なんてことだ。中国人はそんな人生でいいんだろうか。本当に気の毒に思える。進撃の巨人とデスノートって日本アニメの中で圧倒的に面白い二大巨頭なのに。一般論として中国共産党に目をつけられるような作品こそ読者に訴えかける何かがあるんだと思う。全くその通りだ。政府の顔色を伺って模範的に作られるアニメなんて面白くない。政府に対する反乱的な要素があるからでしょうね。自分たちの国で同じようなことが起きては困るから。中国共産党が一部のアニメを禁止にした一番の理由はそういう部分にあるんじゃないかな。中国は何でも規制してから独自のものを作るんだよ。 YouTube とかもそうだった。暴力的なアニメは規制するくせに他国の島は暴力的に侵略するんだね。本当に都合のいい国だよな。中国が日本のアニメに勝てないのも無理はないね。実際に中国のアニメはなんか変だし、日本のアニメは政府に歯向かう要素が含まれているからでしょ。それが中国で起こってほしくないんだよ。国民がエキゾチックな動物じゃなくて人間を食べないか心配しているんじゃない。進撃の巨人は人間を食べるからいろいろな動物を食べている罪悪感を感じているんだよ。どのアニメも全然怖くないのにね。政府に反乱しないように見せないって言ってるけど、日本のアニメどうこう言うよりもそもそも日頃から政府に対してみんな不満を持っているってことよね。政府も分かっていながら市民の声に目をつぶって力任せに弾圧している。本当に悲しい国だわ。そりゃ進撃の巨人は規制するだろうよ。鎧の巨人が万里の長城を破壊したらどうするの。進撃の巨人規制は間違いなく国民が壁の外の興味を持つのが嫌だからだろうね。嫉妬と文化を維持するための戦略だよ。何でもありがたがっているフィリピンとは違ってね。進撃の巨人は何でも食べたりウイルスを広めたりするのを連想させるから規制させるんでしょ。自由と反戦がテーマのアニメを規制しているのかな。私は驚かないけどね。規制して散々文句を言った後、アニメの起源は中国だと言い出すんでしょ。ウイルスがグールや巨人みたいに進化するのを恐れているのかな。中国人がそんなにアニメを嫌っているなら、なんで海賊行為をやめないんだろう。こんな伝説的なアニメは中国政府にはもったいないから、見なくて結構。皮肉だね。中国共産党は ASEAN の島々に手を出して民族浄化もして、中国に逆らうのを阻止している。彼らの方がこういうアニメより残酷なのに。こういうアニメは影響力があって中国政府に疑問を抱かせるからね。以上が海外の人々の反応です。日本では進撃の巨人もデスノートもとても人気が高いですが、中国で規制されているなんて知りませんでした。コメントを見ると様々な理由が推測されており、なるほどと思うものばかりです。最近のアニメは登場人物の心情や境遇が繊細に描かれており、視聴者が感情移入しやすくなっています。そのおかげでよりアニメの世界を楽しむことができますが、現実に影響を及ぼす心配もする必要があると中国では考えられているのかもしれません。とはいえ、せっかく良い作品を楽しむ権利を奪われてしまうのは非常にもったいないことだと思います。アニメと現実は別物だと切り離して考える必要はありますが、それはそれとして楽しむことができたらいいですね。
いかがでしたでしょうか。皆さんは中国の規制に対してどのように感じますか。よろしければご意見をコメントで教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。